カール・アルフレート・フォン・ツィッテルは、ドイツの古生物学者、地質学者である。バーデン・ビュルテンベルク州のバーリンゲンで生まれ、ハイデルベルク、パリ、ウィーンで学んだ。オーストリアの地質調査に参加し、ウィーン鉱物学博物館で働いた後、1863年に、カール・スルーエ工科大学で、地質学と鉱物学を教えた。 三年後にミュンヘン大学の教授職と化石のコレクションをアルベルト・オッペルから引き継いだ。1880年にミュンヘン自然史博物館の地質学教授職になり、後に館長となった。1863年からクラテイショス・バイバルブ・マラス・カオブ・ゴサウを表し、白亜紀の貝類の研究を発表し、その後ジュラ気候期のチトニアン期についても発表した。 1873年から1874年の間、フリードリッヒ・ヒロールフスのリビア砂漠の探検に参加し、1880年にその調査結果、ウーバーデン・ジーオ・リジスケン・バウデア・リバー・シン・ベスタを発表した。1846年にヘルマン・フォンマイヤーらによって創刊された学術師ペイリア・ロッチカの主要な機構者となった。1876年から、 大著ハンテブクデアペイリアントラジーの執筆をはじめ、1893年に第5巻まで完成した。他に著書として、オースデアリーツャイト大サハラ、ゲシヒテデアジオリジーウントペイリアントラジービスエンデで19、ヤーフンダーッツがある。1899年にバイエルン科学アカデミーの会長を務めた。1894年にロンドン地質学会から、 ボラストンメダルを受賞した。ジットは植物の学名で命名者を示す場合にカール・アルフレード・フォン・ツィッテルを示すのに使われる。ありがとうございます。